ったことに中に震災の復旧復興に貢献したいっていうのもあるんですけど、そうですね、運転士をしてて、まあ、直接的にその復旧復興には関われるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、こういう三陸鉄道っていう会社にいることを通して、地元とかこういう沿岸の地域に明るいニュースを届けられたりとか、まあ、そういう地元に住んでる方たちに笑顔になってもらえるような話題を届けることはここにいてできるんじゃないかなというふうに思うの で、 そうです、ね、これからも引き続き、三陸鉄道の社員として運転士として、明るい話題を地域に話題を提供できればなというふうに思っています。いいもの、いい人、久慈良品。